ハロウィンも終わってデコレーションも片付けて、ちょっと一息ついてたらね、ちょっと見せましょうか。Welcome to Canada. サルウェブワン、ノリです。今11月でね、ハロウィンも無事に終わって、でね、ちょっとデコレーションなんかも片付けて、まあ、一息ついて、せっかくなんでね、こいつワンウィールをね、ちょっといっぱい乗ろうと思ってたら、もう一晩でこれね、ちなみにね、もう結構溶けてる方だけど、11月に1日で降った積雪の記録を更新したらしいです。1日14センチ。ねえ、異常気象でしょ、絶対。で、このワンウィール、すごいね、面白いアイテムで、いろいろ本当は乗り回したかったんだけど、もうカナダはね、雪が降り出すと道路に塩をね、めっちゃ撒くんで、普通の道路だろうが歩道だろうが、まあね、滑らないんでいいことなんだけども、車も錆びるし、自転車なんかも錆びちゃうし、こんなワンウィールなんかね、錆びて壊れたりしたらね、もう泣くしかないんで、ちょっとしばらく乗れなくなる前にどっか滑れる場所ないかなと思ってここに来てみました。おお、いつかのスケッチして転びそう。大丈夫かな。落ちてアイス、氷があるとやっぱ滑っちゃうんで乗れないかな。どっか乗れるとこないか。もうちょっと向こう行ってみましょう。滑って乗れない。ここならなんとか乗れそう。そう、このチャンネルに初めて来てくれたあなた、このチャンネルではね、動画制作のこととか、まあ、こういうカナダのこととか、横乗りのことなんかをね、配信していくんで、チャンネル登録してない人はね、ぜひお願いします。これ大丈夫かな、いけるかな。 I don't know. Let's try.大丈夫だった。今年のハロウィンはどうだったかというと、子供たちは、仮装して、近所をトリックオアトリートで回りました。でね、近所の家もいい感じに、やっぱカナダはね、めちゃくちゃこうハロウィンとか本格的なんで、すごいいいデコレーションをしてました。でね、このトリックオアトリートってハロウィンのデコレーションをしてる家を、まあ、子供たちが回ってトリックオアトリートってね、ドンドンってね、ドアをノックして、そして、まあ、トリックオアトリート、要は、いたずらか、お菓子か、みたいなね、そういうことを言って、それに対して、まあ、トリックっていう人はもうほとんどいないんだけど、まあ、トリート、お菓子をあげます。で、このお菓子なんだけど、カナダで、ちょっとね、面白い記事があって、インターネットで見てたらね、カナダの、しかも、政府がね、こういうデータ、を出してくれてるんですけど、トリックオアトリートのお菓子がどれぐらいの売り上げが、ハロウィンの間であるかっていうと、400 million dollars. That's insane. 日本円でいくらかな。 Hey Siri, how much is a 400 million dollars in Japanese yen?330億ぐらい。すごいでしょ、330億円ものお金が、ね、トリックオアトリートのためにお菓子業界ではね、動いてるわけですよ。
スーパーに行ったらもうお菓子がもうずらーっともうまとめてこう、まあね、あのちっちゃいサイズに袋に分けて入れられて、まあハロウィン用にね入れられてるんだけども、それを皆さん買っています。まあ、なんだかんだそう言いながらもね、うちもキャンディー、キャンディーってちなみに飴だけじゃないですよ。チョコレートとかもキャンディー、甘いもの、甘いお菓子はキャンディーって英語で言います。キャンディーと、まあ、チップスみたいなやつね、あのなんだろう、チートスみたいなやつ、ボールに入れてこう好きな分だけね自分で取れるように用意をして玄関先に置いといてあげます。うちの場合でどんくらいかな、20人ぐらい来たかな。そんな感じがハロウィンの日でした。ホームウィール忘れてる。でうちは今年はどういうハロウィンにしたかというと、ハロウィンの日はね子供たちだけでねもうトリックオアトリートに回ってもらって、そして次の週末に友達とかね呼んで家でゾンビルアウっていうね、ハワイのゾンビみたいなね、そういうテーマのパーティーをしました。デコレーションもね、ペーパーマシェ、ペーパーマシェって紙細工かな、新聞紙とかを海苔と小麦粉と水と混ぜてちょっと液状にして新聞紙なんかをこう固めて形にしていってっていうね、ゾンビの生贄の豚みたいなね、そんなちょっと怖いやつを嫁さんが作ってくれて、そして俺は子供たちと一緒にゾンビを作って、ゾンビもね段ボールを丸めて腕とかちゃんとこうジョイント、あの関節もねこう新聞紙とか丸めて作ってあげて、あとは家の中のね廊下がこうねそれっぽい感じになるように壁にね血とかをつけて、上からねナイフを、血のついたナイフをこうぶら下げました。お店に行けばねデコレーションとかも結構ほんといろいろ売ってるんですよ、この時期になるとね、ハロウィンの時期になると。まあうちもねちょっとはね足とかね、あのどうしても足らないようなところは買ったけども、なるべくこうやって自分たちで手作りでできるものをちょっと家族で一緒にみんなでやるっていうのはなんかいい感じですよね。でせっかくそうやってね家をきれいにデコレーションしたんだったら、まあ写真だけじゃちょっともったいないじゃないですか。なので何かちょっと面白い動画にしようと思って、普通の動画じゃちょっと面白くないんで、ワンショット、カットなしでワンショットでいかにいい感じの動画が、しかもねスマホで iPhone でね、こいつで iPhone X ですよ、これ iPhone 11 Pro とかじゃなくてね、こいつでどこまで撮れるかっていうのをちょっとやってみました。そのねゾンビルアウのねワンショットの動画は、動画のね詳細欄のね一番上にねリンクを入れとくんで、ぜひぜひね見て、でねまたコメントよかったら入れてくださいね。すごいなここ、もうオタワ川がね凍り始めてるんで、このマリーナのねボートも全部向こうに上に上げてカバーかぶせて、ここの桟橋のところはねボートのドックのところはもう全部何もいません。あなただな。前のね動画にもねコメントいつもありがとうございます入れてくれてます、山本洋次さん、山本ひろしさんかな、ワンウィルすごいですね、見てると横乗りしたくなりますね、横乗りしたことないですけど動画アングルの謎も解け面倒なことも分かりましたいつもありがとうございます、横乗り楽しいですよ、しかもこれは電動なんでエコーです、エコなんです。ワンウィールのね、Bロール、ソロ Bロールショットにもね、コメントいただいてます。ラッキー OTV さん、ラッキーさん、いつもありがとうございます。これはスケボーより難しそう。いやー、いやいや、ある意味、スケボーより簡単ですよ。いや、マジでね、スケボーよりプッシュしなくていい分ね、簡単だったりするんですよ。もうバランス取ることだけに集中したらいいんでね。やってみてくださいね。こんな風にね動画のコメントもらうとねめっちゃ嬉しいんですよ。普段日本語は子供としか話してないから、なんかね皆さんがコメント入れてくれてると話しかけられてるみたいで、なんか日本語をまた思い出すし、懐かしい気持ちにもなりますよね。なんて言ったって嬉しいです。ぜひまたコメントをお願いします。
さあ、この動画が良かったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録まだな人、ぜひお願いしますね。じゃあ次の動画でまた会いましょう。次はもう外無理かな。まあまあ、なるべくね、せっかくカナダにいるんで外の景色を見せながら、またね、いろんなことをシェアしていきたいと思います。じゃあ次の動画でまた会いましょう。じゃあね、アビアント。